あ、今日もよろしくお願いします。はい、こんにちは。よろしくお願いします。はい、はい。あの、松田さんが昨日、はい、あの、安倍総理大臣が広島と長崎での平和記念式典での挨拶が。ほとんど同じだって話をしてたでしょ。はい。はい。毎日新聞の記者も同じことを考えたらしくてですね。はい。今日の長官によるってですね。昨日、広島と長崎の挨拶文を。要するにこ、これよく学生が、あの、レポートのコピペを。 してるかどうかをチェックするというソフトがあるんだよねはい、はい、それをそのソフトにかけたらなんと文章の93%が同じだったそうですよ93%あ、うん、違うところは広島とか長崎とか地名がちょっと違っただけだったとあ,あ。<ね>え <laughs> ねえ。今もうすぐにコピペでしてるかどうかってチェックされちゃいますからね はい、ちょっとこの YouTube 見ててくれるといいななんてとにかくあの被爆者たちが怒っているというニュースが今日出てましたはい、よかったです、それは。それからですねやっぱり私、こものすごいショックなのは香港ですよね、はい、ねそうですよね,ねあの香港のねあのアップルデイリーあの、漢字で書くとリンゴ日報っていうんですけど、この新聞の創業者があの逮捕されたり。 あとは活動家のアグネス長が逮捕されたり、はい、アグネス長私あのあの現地であのいろいろ話を聞いて取材してますんでね、やっぱりものすごくショックだし、うん、あと、香港ってさ、あのものすごくたくさんの新聞があるでしょあ、いや知りません。そんなにたくさんの新聞があるんですか香港行ったでしょ いや行きましたけど、そのたくさん新聞があるっていうことは知りません、<laughs> そんな池上さんは知ってるかもしれないけど、自分と同じレベルで全部話さないでくださいよ。<laughs> はいほ香港のとにかく行くと、ですねもう右から左までものすごいたくさんの新聞があるんですよ。何冊ぐらいあるんですか、何紙ぐらい。十数紙ですね、あまりに多くてちょっと数えきれないんですけど、で中国政府べったりの新聞もあれば、えまあ、要するに、まあ、中,中立的なものもあれば。 アップルデイリーみたいに、本当にあの中国共産党のやり方を批判している新聞もあるわけ。はい。だからこう、例えばあの民主化運動のデモがあるでしょ、はい、そうすると、アップルデイリーは一面にデカデカと写真を出すわけですよ。うん中国寄りの新聞はほとんど報道しない。なるほど。うん、その、特に今の中国に対するこう批判をしている民主化運動を一生懸命やっている。 えー、その人たちを応援しているアップルデイリーの創業者が逮捕されてしまった、ですごでさらに言うとあの、警察による家宅捜索が行われたんだよね、新聞社の中に、えー、捜査員が入って、いろんなものを押収していったという、すごい衝撃的だったんだけど、なんとその後ですね、そのアップルデイリーをこう発行している会社の株価がものすごい値上がりをしたんだって。 でしたねねすごいね,、はいねえ、いや、普通これだと株価が下がるかなと思ったら、ものすごい風で株価があって、なんか民主化運動をやってる人たちが、あの会社を助けようってって、みんな株なんかそれを見て嬉しくなりました、株価<え>下がるっていうニュースが出るのかと思ったら、ね、上がったそ,<う>それもすごく上がったっていう,う。ねえ、それからとにかく翌日のアップルデイリーの新聞は買おうってなんか呼びかけをしたそうで。 とね、こう、今日新聞たくさん売れてんじゃないかなと思うんだけどね。そうですね。イケメンさん、一ついいですか、うん、あのアグネス・チョウさんって漢字で書くと、うん、シュウ・テイさんって書く人ですよね。えそ,うですそうです、あそうです。1回目のニュースでアグネス・チョウさんって言ってないので、そこのところをちゃんと説明していただけると嬉しいなと思うんですが。ああ、失礼いたしました。はい、シュウ・テイさん。で、あの香港の人って大体こう、英語の名前も持ってるんだよね。はい、英語、アグネス・チョウっていう言ってます。でもうもう とにかく彼女はあの日本の文化、アニメに憧れて、とにかく独学で日本語を勉強して、日本向けでも結構、日本語で、えー、民主化運動の大切さを訴えてたもんね。うん、でも逮捕されていくところがき、まあ、今日映像でずっと出たりしていたのでね、うん、やっぱりとってもこう胸がこう詰まるというか、うん、そんな思いになりましたね。ねえ 本当に、まあ、あの香港のことをこれからもずっと見ていきましょうってこの前ねあの話をしたんですけど本当にとうとうここまで来ちゃったなって感じだよねうんもうこれは見てるしかないんですかねまあとにかくアメリカが、まあ、あの中国や香港に圧力かけてるけどそうするとまた中国が猛反発してっていう形で、まあ、とにかく香港がこれひどいことになってるよっていうことみんなが世界が ずっと監視してる、見てるぞということを言い続けるしかないんだろうね、もうなんかものすごいこう、うん、無力感感じるけどね。 で、私の方なんですけれども、はいはい、私の方はあはクラスターデモってご存知ですか、あの、都知事選にも立候補した国民主権党という党の党,の党首の方が、はいあの、要するにマスクもしないでみんなで集まって、うん、でこれでもう全然あの、要するに新型コロナウイルスは単なる風邪だと言って、うん、そういう運動をしてるんですよね、マスクをしている人たちが迷惑だって逆に。はあなんかあの アメリカにはトランプの支持者の中にそういうことをやってる人もいるしブラジルの大統領もそんなこと言ってるけど日本にもいるんだねはいそれでアメリカの場合にはそのパーティーを開いてわざわざ免疫をつけるって言って、うん、でそこで感染して亡くなった若者も出ゃたじゃないですかいたいた、うん、えだからそれは本当にどうなんだろうかっていう。 話が出ている中で、まあ、8月9日に10回目のデモをしたそうですよ、この方たちは。うん、で、あとはそのノーマスク山手線っていう YouTube があってこれ11万回も再生されてるそうなんですけれども、うん、要するにマスクをしないでも、ま、山手線に乗っていてマスクをしている人たちを追いやれみたいなねひどい話だよね。いや私、山手線乗りたくないわって思っちゃったぐらいですから、うん、私、普段使ってないですけれども。うん で、それを昨日、仕事に行った時にそんな話題が出てで私も話は聞いてたんですけれどもあのそこまでこう、まあ、過激というかあのこんなにね、いろいろ感染がまん延している中でそれを行動に移している人たちもいるんだなってもちろん表現の自由や行動の自由はあるわけですけれども一体どんなものかなって思ったんですよね。 あのね、あの例えばこうコロナなんてただの風邪だって主張すること自体は別に自由だよね、あるいは自分はマスクしたくないからマスクはしない、あるいはマスクはするのはおかしいっていうのは自由だけど、それでこうみんなでマスクしないで,で電車に乗って、その中にあの無症状で感染している人がいたら、感染を広げるわけだよね、うん、だからそんなことは関係ないわけですよね、そういう人たちにとっては。だよね。うんいい いやなんかアメリカやブラジルには変な人がいるななんて思って見てたけど日本でもそんなことあるんだね。でもっとショックだった私は直接見たわけじゃないですけれども、うん、とにかく渋谷の8個前あたりみんな集まって、うん、それでそのそこには小さなお子さんを連れた方たちもいるっていうんですよね。うん。だだよねから あのまあ、私が心配することじゃないのかもしれません、その方たちにとってはね。うん、でも、そんなことしていってその、例えばアメリカでね、そんなふうに大丈夫だなんて言っていて、その中から亡くなる方が出たりとか、そうなってからでは遅いので、うん、もうちょっと冷静に行動してもらえないかななんて思ったんです、うんうん、やっぱりね、こんなこコロナでこう不安が広がったり、えーまあ、あの専門家によってもね、こういう,うことが少しずつ違ってたりすると、 不安になったりこう不信感を持つっていうのは分からなくもないけど、うん、でも極端だよな、うん。ちょっと極端かなと思って、うん、でもちろんその、ねあのー、11万回も再生されているという o u チューブにはほとんど反対とかも<あ>もちろんそういう人たちの書き込みとかが多いらしいんで、うん、私はちょっと見てないんですけれども。 そういうことらしいんですけれどもまあそれにしてもねやっぱりその公共の場であのもしかしたら人にこう被害を与えるかもしれないっていう行動は慎んでほしいなぁと思いましたね。うん、本当だねアメリカやブラジルなんか人のひと事みたいに見てたけど日本でもそうなってんだな、うん。はあ まあ抑えようがないから仕方がありませんが、ちょっと今、気になっていることはそういうことです。はい、なんかここでもまたため息しか出ないんだけどな。まあ、仕方ないですね。ねもうちょっとね、はい、理性取り戻してほしいなと思うけどな。なということで、今日はこの辺り、はい <laughs> はい。ため息ついたままですけど、はい、お疲れれ様でした。はい コロナ時代の経済危機。はい、そうですね。<laughs> はい、えー、これあのポプラ新書でこ、はい、あの発売になったばっかりでございます。えー、これで、えー、世界恐慌とかですね過去のさまざまな不況対策に人類がどう取り組んできたのかということを学べればなと思ってます。はい。